ちゃん。こんにちは。さあ豊さん、はい、やっぱり今年のドラフトいろんな選手が注目されて、はい、ドラフト会議を行われましたが、はい、やっぱりずっと注目されていたのがエネオスの渡来隆輝選手なんかな、はい、あの番組つけてコマーシャルかなんかにも出てくるからな、うん、そうなんです。お母ちゃん泣いとるやないかいみたいなそうですね、 あるデスポーツ番組では特集組まれるぐらい、なあ、はい、イケメン爽やかさとプラスアルファやっぱ技術っていうところで、まずね、はい、やっぱスポーツだから明るさがいいな、うん、はい、あの明るさと元気、はい、まあ、元気は親父譲りだな。あのヤクルトでプレーされていた、もう元気だったし、はい、やっぱポジティブなプレーヤーだったよね。だからそれが受け継がれてるっていうのは、はい、まずいいことだな、うんうん、やっぱね、暗いやつよりは何考えたの、なんかこう物静かで、うん、私は野球なんかやりませんみたいな顔してるようなやつじゃない俺は野球しかないみたいないいですね、まあ、そんな感じがあるじゃない、はい、もう野球が大好きで大好きでって、うんうん、そういう育ちをしてるっていう子は、はい、なんか自然と応援したくなるし、なんか頑張ってほしいなと思うしね、うん、で渡来っていうのも、まあ、ヤクルト時代から見てきてる選手だし、はい、好感の持てるね、はい、まあ、素晴らしい選手だったと思うしね、うん、本当に頑張ってほしいっていうのと、まあ、明るさがいい、はい、それとやっぱ育てるにあたって、まあ、子供がやっぱプロ野球選手を目指してる、おそらく誰でもやると思うんだけど最初はね、うん、だけどプロ野球選手の精神を親父は叩き込んできてると思うんだよね、はい、明るさの中に、うん、だからそういう DNA がやっぱ宿ってるという、うん、だから負けるっていうことはこういうこと、うん、打てないっていうことはこういうこと、チームっていうのはこういうこと、そういうのは叩き込まれてきてると思うんだよ、はい、だからそれはみんなと比べた時には親父がプロ野球の環境で育ってそれをこう注入してる過程っていうのはやっぱり一歩も二歩もプロの世界でリードしてるっていうことだよ、もう入った時点で、はい、うん、いやだからそういうことに関してはすごく期待ができるな、うん、あと技術面でいうとやっぱ魅力というかどこが一番、やっぱパンチ力もあるしさ、はい、足もそこそこ速いしね、うん、三拍子揃ってる選手だと評してもいいと思うんだけど、はい、だからなんていうのかな、左の山田哲人版になってくれるといいなっていうふうには思うよね。ということはトリプルスリーも狙える可能性が、いやこれはね、入る球団によって違う。ああ、そういうことですね。そりゃそうだよ、うんうん、そりゃね、広いバンテリンとか甲子園だったらその可能性は低くなるけども、はい、他の球団だったら可能性はなくはない。もちろん例えばハマスタとか神宮とか、うん、そういうとこだとっていうまた変わってくるんですね。そう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 、だからその入る球団によってその長打という素質は輝くか、うん、はい、ちょっと輝きを失うかっていうのはある、それはもちろん、うん、まあ、だけど例えば足であったりだとか、うん、守備力であったりだとかアベレージであったりとかは輝き続けるとは思うけどね、はい、そうですよね、うん、中日の立浪監督がおっしゃってたのはやっぱり点が取れずにやっぱ非常に苦しい戦いをしたからこそやっぱその渡来選手っていうふうな思いもドラフト前ですけれども話されていたというのは、まあ、それはそうだ、まあ、やっぱ得点力のあるバッター、まあ、うん、あのね、得点力があるっていうよりもこうアマチュアの試合でもそうだけどもさ、彼が打つとなんか点になるという、返すこともできるし彼がこうチャンスメイクすることによってそれが点になっていくっていう花がある選手なんだよね、はい、親父はちょっと地味なタイプだったけどいやでもね、あお風呂の力かな、あの花があるんだ、遺伝子はそっち継いだ、継いだかもこれ。いやもうね、渡来は真面目で、もう本当に頑張り屋で、はい、ね、派手さはなかったけど堅実だという、うん、だけどそれプラス花があるという、うん、そんな感じの子なんだよね、うん、だから本当にあの伸びしろもまだまだあるだろうし、はい、将来的には日本を代表するような、うん、そういうプレイヤーにはなっていくのかなっていうふうには期待してるけどね。もちろん WBC だったりとか侍ジャパンとかそういうところにももちろん選ばれるような選手ってことですね、うん、で何番タイプを打つ選手なんですか、素質としては、資質としては、まあ、1-2-3だな、上位ってことなんですね、うん、上位だな、1-2-3、まあ、2は外しても1-3、本当に山田哲人選手みたいなみたいな感じだと思うよ、うん、返すこともできるしチャンスメイクすることもできると、うんうん、でチャンスが広がらないときは足を使えるというかね、はい、だから器用さも持ち合わせてるという、うん、
なんか福留さん、はい、元中日の、はいはい、福留さんが自分みたいなタイプっていうのをおっしゃってたようなんですけど、どこかで似てますか、タイプ的に。まあ、似てないことはない、左で探せばね、うん、はい、俺はパッと頭に浮かんだのは山田哲人っていうのが頭に浮かんだんだけど、うん、左限定にしたらやっぱ福留っていうのは、でも福留バッティング良かったな、はい、これもう本当天才だったからね、はい、だからそのぐらいのバッティングというか、はい、素質というかね、はい、それはあるよね。お、うん、この渡来は親父は確実に超えていく。おお、それは多分お父さん嬉しいでしょうね。いやそれは嬉しいよね、うん、それはそういうために一生懸命育てたと思うしね、はい、よかったなとは思うけどね、うん、そうですね。来シーズンからもうスタメンでバリバリ活躍いきそうですか、うん、まあまあ行くぐらいに頑張ってほしいし、うん、ポジションがなければこじ開けてほしいしな、うんうんうん、まあ、そのぐらいの魅力のある選手だし、はい、彼はほっといても与えなくても与えたくなるような選手だと思うし、うん、開かなかったらこじ開けるようなそんな感じがするよね、うんうん、ポジティブに前向きにいきそうですよね。今年の都市対抗ってあんまり調子が良くなかったんだよね。あ、そうだったんですね、うん、それを見たからちょっとがっかりしたんだけどなんだお前みたいなせっかくビデオまで撮ってみたんだけどさ、はい、なんか調子悪かったんだよ ね、 でしょうね、ちょっと力んでたんだよな、ドラフトの年だ、ドラフトもあるし、そうかそうか、うん、いやだけど魅力いっぱいの子だよね。そうですよね、まあ、来シーズンね、もちろん新人王獲得のチャンスもありますし、プラスアルファそれ以降も何かタイトルっていうものを獲得できるチャンスもある選手、首位打者候補に何年かするとすぐ上がってきそうな、うん、まあ、そんなタイプのバッターだよね。そうなんですね。だからといって小さくなるんではなくて、はい、まあ、ある程度その大きいものを打ちながら、はい、そんな感じがするけどな、うん、そしたらお母さんがまた泣いてるんだったいいですね、お母さん泣き虫なんだな結構ねだから俺は人のこと言えないけど言えないけど、お母さんは感動屋というかさ、やっぱね、女親はそうだったりもしますよね。でもお母さんが元気があるから本当に元気のいい子に育ってるんだと思うよ。それがなんかねプラスに働いてますよね。そう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 、また渡来尻に力入ったなと思って、あのお母さんあの元気な元気なお母さんになんかそんな感じがするあんた何言ってんのよみたいなそんな感じがするんだよねでもお母さんの元気っていうのは子供たちに伝わっていくから、はい、だからいいことだと思うけどな。そうですよね。いやでもね本当にずっともうドラフト前から注目されて、特集、まあ、去年からもう本当に注目されてたからな。ずっとそうですよね、渡来渡来って言いながら、まあ、いい選手がいるよみたいな、うん、そういうところからもう耳に入ってきて、はい、で見るようになって、うん、でやっとドラフトにかかり、はい、ね、入団でしょ、はい、それはもう期待しかないよね。そうですよね、もう来シーズンの、ね、春のキャンプからちょっと注目しつつ、注目にはなるだろうな、はい、豊さんがよくやる恒例年末年始のスタメンオーダーって、予想やるじゃない、どこよりも早いキャンプも見てないのに、まあ怪我だけはしてほしくないな。あ、まあそこですよね、まあ、張り切りボーイだからさ、うん、なんかフェンスに激突するとかダメですよね、ランナーと交錯するとか、うん、そこだけ、まあ、そういうことはやめてほしいよな。そうですよね、ただそのスタメン予想に入ってくるかもしれないですね。まあ器用な選手だから、うん、どのポジションで出るのかっていうのも楽しみなんだよ、うん、まあ、セカンドとか、まあ、サードだとか、うん、はたまた外野とか、はい、まあ、そういうチャンスもあるだろうし、うん、だからどのポジションをこう取って、はい、スタートに名を連ねてくるか、うん、まあ、これも一つの話題にはなるだろうし、はい、まあ、楽しみではあるよね。そうですね、来シーズンのね、ちょっと渡来選手の感じ、一言言っといていい、はい、器用貧乏にだけはなるなって、うん、便利屋にはなるなって、はい、若いからこのポジションで絶対こう一生食っていけるだけの、うん、物を作り上げる、うん、器用なやつほど動かされるから、そうです、チームの事情で、はい、こうなってくると自分がどこのポジションなのかっていうのが分からなくなるから、うん、そういう選手だけにはならないようにしといてほしい、うん、ね、いやだから器用貧乏っていうのは損するから、そうですね、器用っていうのがあだとなってしまうんですね。そうだからそのタイトルっていうのは、うん、まあ、例えばゴールデングラブにしてもそうだし、ベストナインでもそうだけども、はい、先行になった時に、あ、試合数がこれ半々でどっちだみたいな、うん、じゃあ多くの出たこいつにしといたらみたいな、うん、そういうことになりかねないし、はい、そういう選手じゃないから、うん、便利屋とかじゃなくて、このポジションを与えたら10年間は絶対大丈夫っていうような選手だから、はい、そういう選手にならなきゃダメだよっていうことです。
そこですね。そこは意地張ってでも守り続けてほしいと思います。わかりました。はい。